天皇陛下の弟常陸宮さまが80歳の誕生日を迎えられました常陸宮さまは公務や宮中行事の傍ら長年がんの研究に取り組まれていて現在も週に3回ほどがんの研究会に足を運んで研究者らと懇談されています7月には肺炎のため入院されましたが宮邸の中で杖をつかずに歩いたり 自転車型の運動器具を使っての運動で健康維持に励まれているほか式典などで挨拶を述べるため発声や早口言葉などのボイストレーニングをされているということですまたご夫妻では都内や近県の公園に行って散策や野鳥観察を楽しまれています